なあアリシア、ミーエルとソルテはどこに行ったんだ？すみません、情けない話なのですが、クレイジーアイの能力に苦戦していまして、想定外でした。被害が少ないと言いましたが、あれはおそらく最も多くの犠牲者を生み出したと思います。犠牲者の多くは行方不明でしたので。これではっきりしたな。環境汚染はプレデターロード、環境破壊はキャタブガド、建設破壊はディスアズリル、人員被害はクレイジーアイ。アリシアから見てクレイジーアイはどうだ？私は幻惑に対し、無限の質量をぶつけ維持できなくさせました。他となると、ロートやトールでは荷が重いと思います。あの幻惑は悪意が強すぎる。狂わせることと壊すことに徹底している。対象者の恐怖心を煽っても来る。やはり私、ソルテ、ラルの3名ですね。他は不可能、もしくは苦戦し時間がかかると想定します。なるほど、やっぱり危険だったけど見て正解だった。だから気にもなる。なんでラルは情報共有をしなかった？ここまで危険と分かっていながら。アリシア、それじゃあ頼んだぞ。はい、お任せください。ソルテ、ミーエルも見つけ次第合流、保護いたします。本当想定外続きだ。パト様、ラルに意識しすぎて護衛をつけ忘れてる。相手のことを考えるときは自分のことがおざなりになるのですね。私がフォローします。パト様は前を向いていてください。パト様から絶対に離れるな。死んでもお守りしなさい。了解、そっちもミスしないように。パト様は有言実行したんだ。私もパト様の考えについていけ。それがパト様を試した覚悟でしょう。わかっている。私の行動理念はパト様の行動そのもの。一寸のずれなく。ね。ずいぶん離されたのね。二人の気配が遠い。ソルテはいいけど、ミーエルさんは急いだ方がいいかな。ただなんだろう、ミーエルさんのところに変な気配。今まで帝国でこんな気配なんて。ちょっと嫌な予感がする。急ごうか。ごめんなさい。本当ごめんなさい。もう怒らないでー。ミエル、ちゃんと服は洗い場に持って行ったのですか？また配下の天使たちに丸投げしてないですよね。また散らかして、慈悲だから皆さん笑顔でこなしてくれますけど他では失望されますからね。聞いてますか？まったく、業務もせずに寝るかお風呂に入るか、ヘブンズハートに行ったルラエルのようにもうちょっと慈悲の天使王としての自覚をですね。ドク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 ドガミ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 てー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 。わざとじゃないの。だって役割与えたらすごく嬉しそうにお世話してくれるもん。なんかそれが私の役割なのかなって思うわけで、慈悲というのはそういう生き物でー。わかるよ。今は堕天使やってるけど、僕はもともと栄光系統の天使だった。それはもう厳しいのなんの、結果主義だったしね。そう、天使だって系統があってそれぞれ持ってる美徳が違うんだからよその価値観ぶつけられても困るよね。わかる。その美徳だってあくまで系統の話だから多少ずれてても個性として許してほしいものだよ。天使族というのは生真面目すぎる。というか君誰？こっちの世界の天使。そんなものだよ。仲良くしよう。美味しい感情を生み出す子は僕、好きなんだ。色やね、羽から見る無価級の栄光の天使族だね。うちでは確か序列8位いたなぁ。超堅苦しい仕事人みたいな天使王。それにしても難解質だよね。目黒いし、片方の羽も黒いし、なんていうか。あれだ、堕天使みたいなぁ。ちょっと待った。君もしかして堕天使じゃない？今更だねー。僕堕天使は人間でいう重罪人的扱い、軽蔑でもするかい。何やらかしたの？若いからって羽外しすぎたんでしょ。あれ、こいつ全然ブレないな。慈悲系統だからか、今まであった慈悲とはなんか違う気もするけど。お前、僕が怖くないのか？別に、知ってる。本当に怖いのは言い返せない正論だよ。だって謝るしかないし。でも堕天使なら慈悲としてやれることがたくさんある。正論マシンのクソ上司に比べたら全然。こいつもしかして大物か、こんな余裕。じゃあもし僕が君の恐怖の感情が欲しいと言ったらどうする？やめときなよ。お互いいいことないし、君も別に禁忌である感情の捕食さえできればいいんでしょう。ならよそ行きなよ。へえ、じゃあちょっと試させてよ。肩慣らし、しておきたいんだ。何？殺しはしない？ちょっと廃人のように感情が失うだけさ。我慢ができない子だな。やめておいた方がいいよ。君が強い弱い以前の問題だからさ。余裕だね。よほどの強者か。エンジェルゴート盛んだね。でもね、同じ天使ならわかるはずだよ。上下の優劣は絶対。他種族と戦うならまだしも天使族同士が戦うその意味、わかってる？僕にはわからないな。だって僕は堕天使だ。理性ではなく実力で教えてくれないと。この子、私が知ってる堕天使とはちょっと違うんだよね。なんていうか挑発的。堕天使にとって天使は天敵。最も相性が悪いから一番相手にしたくないほどなのに。かまかけてみるか、あの子バカそうだからな。天体支配、堕天使。慈悲だよ、板になってしてあげる。大罪を犯した天使の慣れの果て。あわれに、どうしたかわかんでない。どうしまんないな。液の中に支えと治癒療法を混ぜて嫌がった。僕の狙いに気づいているのか？言ったでしょ。打天使は普通天使になんて挑まない。特に慈悲になんか絶対に挑まない。慈悲は両極端なんだよ。仲間には癒しを、敵には問答無用の粛清を。なぜなら、罪を犯す者はその束縛を解いてこそ慈悲。そして苦しむことなく一撃で楽に地獄に導く。それもまた慈悲である。つまり、命乞いや物乞いは無意味。私たちの美徳は落ちたものを消すことが最大の優しさ。こんな打天使にとって話が通用しない種族。知っていれば一番相手になんかしないよ。さっき、打天使なら慈悲としてやれることがある。って言ったでしょ。それは粛清だよ。私は最も多くの打天使を葬ってきた。慈悲の天使王。まだわからないなら慈悲を君に分けてあげるけど、どうする？こいつ一撃、僕の狙いを分かった上であえて。あれは、次は容赦しない、という警告か、天使は相手が悪すぎるか。仕方ない、遊んでくれないし、他を当たるよ、それで見逃してくれ。それでいいよ、あまり迷惑かけないでよ、次耳に入ったら粛清しちゃうから。こっちに来てまで美徳に従う気はないんだけどね、自由気ままに私らしくってね。でも想像通り、自分の受けたダメージを他の対象物に移してる、代理支配か、転換支配か、もしくは両方か、典型的な系統の能力だね。野良犬に噛まれた程度って思えばいいか。 BL さん、無事ですか？無事だよ、早く保護して。よかった、こちらから変な気配を感じたのですが、心当たりありませんか？幻惑で上司に説教された、そいつが絶対に変な気配だよ、許せないね。エラーが生み出した幻惑の気配だったのかな。私のクレイジーアイの対応は初めてだし、その可能性も高いか。では行きましょう。次はソルテオ保護です。あちらは特に変な気配を感じないので大丈夫だとは思うんですけどね。このエリア、全然汚染がない。壊滅してても他のエリアに比べたら全然マシ。もしかしてラル、クレイジーアイ討伐をしていなかったんじゃ。能力で封印して効果が切れたら再度封印。もしそうならいち早く汚染理由も把握していたことになる。逆に毎度汚染主張していたなら汚染の性質を知ってる。でもそんな情報一つも共有されていない。どういうこと？もし全部知ってて黙っていたなら、ラルの失態は大きい。到底フォローや容認できることじゃない。よっすよっす、ずいぶん慌ててるね。午前に出かけたのにみんな揃って帰ってくるの遅いし。悪いのルン、今はそれどころじゃないんだ。お姫様はまだ帰ってきてないよ。だから私がここにいたのさ。余計な手間はかけたくないだろうってね。お姫様の秘密を知ろうとしてるけど、君にその資格はある。同情半分、目的半分で乙女心に土足で踏み込むのは感心しないなぁ。何が言いたい？忠告、ラルに情を向けたら間違いなく専属神の枠に埋まる。彼女でいいのかい？ソルテだって不本意な契約だったはずだろう。干渉が過ぎるぞノルン、中立じゃなかったのか。式月下は諦めるのか、約束を無下にするのか、ソルテに続いてラルを専属神に、そして次は誰だい？私かな。なんなんだよ、なら俺はラルを助けたいって考えたらダメなのかよ。他人の弱い部分を見たからってポンポン騙されて、なら私が君のことを考えながら慰めていたら同情してくれるのかな。かわいそうに同情しすぎないこと。今の君は感情で相手を決めかねない。メリアという生物が消えた以上専属神の良し悪しが理解できていない。何者だお前。月下といいメリアといい、帝国にずっといたくせになんで知っている。ちょっと服はだけちゃった。乱暴だなぁ、主様はっと。知ってるよ、なんでも、だから忠告したの。情と勢いで最後までやらないでねって。あなたは何も覚えてないかもしれないけど、私はあなたの全てを知っている。だから本当の意味で主様の理解者は私。それもまた、何も覚えてないのだろうけどね。帝王様、あなたの向かうべき場所はラルの寝室。ちゃんとラルの過ちを正してあげて。それでラストピースが揃う。帝国の英雄王、その伝説の序章が完成する。私はその手助けさえできればそれでいい。もう限界か、早く次の包帯に変えておこう。さて、あれだけ印象付けしておけば、俺のことが好きなら専属神になれよ、喜んで。みたいな何の解決にもならない握手にはならないでしょ。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。